こんにちは、高井根です。この間のね、YouTube 大阪のセミナーに来てくれたメンバーをね、今日は4人お呼びしました。イエーイ。じゃあ今からトレーニングやっていきます。じゃあ火の鳥を10回いきましょう。はい、どうぞ。はい、せーの。シュール感の半端ない。さあ、危ない。意外とこれきついです。1 8 9 10。やばい、飛びましたか僕たち。飛びましたね。行けた行けた、飛んだ飛んだ。これ足腰とね、肩の筋肉同時に鍛えられます。で、今からどんどん筋トレ取っていきます。はい、じゃあ今度火の鳥パート2いきます。じゃあ10回いきましょう。はい、まず前に、はいはい、この時点で、はい、で広げていきます。3 2、肩に効きますね。やばい。3、伸びないですけど腕が。翼が折れてるんですけど僕の。やばいやばい。6、7、7、8、やば、8、9、はい、ラスト10、はい、オッケー。これはね、これはめちゃめちゃきついです。